億劫だ。ただいま。ああ、今日はさすがに。帰れって。何気ない挨拶の中に潜む殺意、この妹さらにできるようになった。キョン君また私置いて楽しんできたよ。ですね。今のは一日中置き去りにされた私の相手をさせられた三味線の恨みだ。三味線のかよ。疲れた。これなら連れてった方がマシだった。よち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 。あら、キョンが寝ようとしてるか。寝やすいように羊を数えてあげましょう。さあ飛びなさい。キビキビ飛んで数を数えさせなさい。かわいそうすぎて眠れんわ。あ、どこ。確かさっきベッドに倒れて羊数えてそれで突っ込んで、つまり、あ、なんだ夢か。すいません羊さん、眠れちゃいました。あなたもなかなか悪ですね。あ、どうも、藤役をやります小泉です。変なの出てきた。あれ、なんです、その反応は。お前を小泉と認めたらいろんな人に怒られそうな気がする。まあ今回は夢落ちです。だろうと思ってたけど言っちゃダメだろ。この格好ですか。これは初夢の縁起物、一富士二鷹三茄子にちなんで。聞いてねえよ。安心してください、一番縁起のいい富士になったからにはしっかりあなたを幸せにしてみせますよ。とりあえずその格好でその顔はやめとけ。ですよね。あと、お前が幸せを運んでくるとは到底思えません。それはまさか。実は僕は富士じゃなくて別に縁起も良くないただの山だということにすでに気づいていたんですか。富士じゃねえのかよ。ゾビー、これはまるで新人。そこを隠し通せよ。すまん、取り乱した。帰ってきていただいて助かりました。僕が叫んでツッコミを入れるのはギリギリアウトだと思いますので。お前はその状態で十分アウトだよ。そうですか。とりあえず残りの二人を見つけないとな。鷹なら最初からいますけどね。あれ、鷹だったの。どうも鷹です。連れたどんどくだ。キョン君、人を見かけで判断してはダメさ。体は鶴でも心は鷹さ。でも鶴ですよね。まあね。残るはナスか。この調子だと案外近くにいるかもな。電話で聞いてみましょう。携帯あるんかい。ん？って落ちてるし。あ、長門さんですか。おお、ナスは長門なのか。あれ、すぐそこに放置されてたぞ。なんだ、長門さんを見つけたなら言ってくださいよ。だからいないって。あれ、ストラップついてませんか。ストラップ？どうもナスです。いたー。まあこれで全部揃ったわけか。で、で、起こせよ。もういいだろう。そんなことできません。できないのかよ。確かに私たちにはできません。でもピンチの時にいつも助けてくれる彼女をあなたは見つけたじゃないですか。そうか、長門か。だからその格好でいい顔になるのはやめろ。はい。じゃあ長門頼む、夢から覚める方法を教えてくれ。この世界で寝ればあっちは起きる。そりだけ？そりだけ。よち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 。あら、キョンが寝ようとしてるわ。寝やすいように羊を数えてあげましょう。さあ飛びなさい。キビキビ飛んで数を数えさせなさい。だからそれはやめろ。